アイサポート総合法務事務所の松下です。積み替え保管を除く産業廃棄物収集運搬許可の要件についてご説明します。主な要件は5つあります。産業廃棄物収集運搬許可申請に関する講習会を終了していること、産業廃棄物収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる財産的基礎があること、産業廃棄物を適正に運搬することのできる運搬車や運搬容器などの使用権限があること、個人申請の場合はご本人様、法人申請の場合は役員や株主が認知症などで法務局に成年非後見人として登録されていないことや、禁錮以上の刑を受け5年を経過していないなどの結核事由に該当しないこと、事業が計画的に実施され適法であり、業務量に応じた施設や人員など業務遂行体系を整えていること、以上が必要となります。産業廃棄物収集運搬許可申請でお困りの際はぜひ一度お気軽にご相談ください。お待ちしております。